岡県の南東部に位置する八女市の人口はおよそ6万6千人。九州最大の河川、筑後川は清流八女川に育まれた自然豊かな町で、ブランド茶八女茶や伝統工芸産業でも古くから人々に親しまれています。八女コースのスタート地点は山の井公園です。今日案内してくださるガイドの井上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。韓国チェジュ島で生まれたオルレ、2014年12月にオープンしたオルレ八女コースは全長11キロの比較的なだらかな初心者にも親しみやすいコースです。古代の文化を中心としたいくつかのチェックポイントがありますが、前半のクライマックスがこちらです。はい、ここです。すごいですね。すごいでしょ。もう広々とした茶畑でしょ。茶どころ八女のイメージそのままですよ ね、 そうですね。ここはおすすめの季節時期はありますか？そうですね、やっぱりそれぞれの季節でいいと思うんですけれども、私的には一番おすすめはやっぱり春だと思います。はい、あの4月 の、 あの初めぐらいからこんなにあの黄緑色の綺麗なツヤツヤした新芽が伸びてきますし、で4月の中旬ぐらいがもう茶摘みが始まりますので、それぐらいの時期が一番いい季節じゃないかなと思います。四季折々の自然が満喫できるのもオルレの魅力の一つ。青と赤の結ばれたリボンを目印にコースを歩くのが決まりとなっていますが、途中にはさまざまな休憩スポットも。どうですか？久しぶりに飲みました。すっきりして美味しいですね。美味しいでしょ。ちょっとこうホッとしますね。ホッと一息してまた、ね、ここから、はい、頑張ろうという特定の場所でスタンプを押せばオルレに参加した記念に。八女の自然を五感で味わいながら自分のペースでゆっくりコースを散策できるので、子どもからお年寄りまで誰でも楽しく参加できます。いよいよゴール地点が近く。そうですね、約11キロ頑張って歩いてきました。もう少しでフィニッシュ地点なので頑張りましょう。今目の前に見えているのが岩戸山古墳なんですけれども、6世紀の初めぐらいに作られた前方後円墳です。北部九州では一番大きな前方後円墳なんですね。非常にやっぱり珍しい、ここでしか見られないようなものだと思います。はい、この緑色のもね、紅葉してないけど綺麗ですね。いよいよここがゴールなんですね。はい、11キロ歩いてきましたけれども、八女コースいかがでしたか？はい、季節の草花を見られるとても楽しいコースでした。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。文化、自然、歴史を感じることができるとても素晴らしいコースでした。